30cm ネーベルベルファー42とは第二次世界大戦中にドイツで使用された多連装ロケット発射機である。本発射機はドイツの砲兵部隊ネーベルトルッペンで使用された。このドイツ軍部隊はアメリカ陸軍の科学部隊に相当するものだった。科学部隊は毒ガス戦や発煙兵器に対応するだけのものだったが戦争中ネーベルトルッペンは こうしたものの代わりに高性能爆薬を投射することとなった。ネーベルベルファーの名称は円幕弾発射機と訳せる。この部隊は1943年から1945年にかけ、ノルウェーと北アフリカ戦線を除くすべての戦場で戦闘参加した。30センチメートル NBW42 は6門の発射管を持つ。 ロケット発射器で2個の車輪を持つ砲がに搭載されていた。この発射器は開放式の金属製発射フレームを交換することで 28-32cm ネーベルベルファー41発射器と乾燥を行った。本発射器の 30cm ブルフケルパー42シュプレングロケット弾は扇導によって安定を得る弾薬で電気発火によって打ち出された。 これらの兵器はよく目立つ、発射円と飛翔の跡を残し、多量の誇りを巻き上げた。このため砲兵員は、発射前に射兵物を探さなくてはならなかった。これは、彼らが自らの位置を容易に暴露し、大砲兵射撃を避けるために速やかに移動しなければならないことを意味していた。発射機に装填されたロケット弾は一回に一発が打ち出され、一定時間内に、 この射撃を繰り返した。しかしこの発射機はロケットを単発射撃する能力は持たなかった。同じロケットは 30cm ラケーテンベルファー56発射機にも用いられた。30cmNBW42 は6機の本発射機を保有する砲兵中隊で組織され、1個大隊あたり3個中隊が編成された。これらの砲兵大隊は独立発射機連隊。 または旅団に集結させられた。1943年から1945年にかけ、この部隊は東部戦線、イタリア戦線、フランス及びドイツ防衛戦に参加した。ありがとうございます。